まずは監督の黒澤清監督が皆さんと一緒にご覧になっておられましたから会場から。それから役所広司さんです。 ありがとうございますそれじゃあすいませんが黒沢さんから一言ご挨拶いただいていいですか。あはい、えー、っとこんなにたくさんの方に見ていただくというのはた、えー、驚いていますあの。この役所工事特集ということでその数本の中に僕の作品が選ばれたというのはもう本当に光栄で、えー、感無量です。本当に選んでいいいたただいてありがとうございました 役所さんお願いしますえ役所ですどうもあ僕も大好きなこのキュアという映画を今日は見ていただきましてありがとうございます、えー、僕も本当スクリーンで見たのはもう一度しかないので今日は本当は見たかったんですけどえ皆さんと一緒に見る勇気がなくて <laughs> <laughs> でもあのこれはもう20年も経ってしまってえ20年経つとこんな感じで年取りますんで <laughs> えー、でも、本当に懐かしい映画です。今日はしばらくの時間ですけど、どうぞよろしくお願いします。どうぞ、お座りください。<laughs> ええー、二十二年ですか。あ,あ、そうですか。あのー。そのキュアを最初の作品として。なんか。七、八本。黒澤さんの作品。はい 出られているやうーんとどうしてというか多分当時僕はそうですねいわゆるヤクザものの V シネマのようなものをたくさん撮っていた時期なんですけどこれは本当に久しぶりに、まあ、それ V シネマよりはメジャーな企画として、まあ、僕がオリジナルで考えた物語なのですが。 えー、やろうとして、まあ、とにかく理想的には役所広司さんなんかが出てくれたら企画として成立するんだけどなという、えー、ぐらい役所さんはもうその頃もうトップスターでしたね確か「シャルウィダンス」のちょっと後ぐらいですか、ね「失楽園」とかもありましたねもう大ヒット作が立て続いていていやこれは。 こんな内容じゃ無理でしょうと思ってたんですけどまあものは試しにと言いますかダメ元で、えー、オファーさせていただいたところまあたまたまスケジュールが空いてたんですかね、うん、あの出ていただけることになって本当にあのびっくりしたというのが正直なところです本当に役所さん夢でしたけども出ていただけるとは思ってなかった。 そんな感じでした。役所さんはなんか。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。あの、えー、ちょうどその前の年がそのシャルイダンスっていう、その前回。今日もやりましたけど。ね、どええー、須藤監督は、まあ、須藤監督は黒澤監督の。助監督もやってらっしゃったんです、ね。<laughs> まあ、そうですね。<laughs> だから、そのキ夜の撮影の時には、その陣中埋まにもいらっしゃって。なるほど。やっぱ。うん 僕もそんなに映画のことはもう詳しくなくてでも黒崎佳さんの映画っていうのはその頃からすごい監督がいるっていうのはもう噂でも知ってましたしで僕も数本は見せてもらいまして声がかかるとは思ってなかったんですけども当時、この「っていうのはまだタイトルは伝道師という劇中で「伝道師」ってし <いや S 2> 木剛さん,さんが言ってますけどええあれがタイトルだったんです,よ最初そうですね。 でも読ませてもらってもうぜひ参加させてくださいっていうことで始まりまりした黒澤さんあの役所さんってこの前の作品が「シャルイーダンス」ってお話ありましたし、はい、それから同じ年にうなぎをやってらっしゃったりして、はい、全然違いますよねこのなんか殺意の感染というのがなんかね無意,意識の中に何か入り込んでくるみたいな。 全然違うのにそれをもう役所さんしかいないというふうにまあはい、あのーまあ、正直言いまして、まあ、何でもいいから役所さんとやりたかったというのが大きいんですけども <laughs>、あのー、ただそうですね当時当時というかやっぱりまあほあのー、スターで、えー、もうほんにお客さんが来る何ですかね売れっ子俳優であるにもかかわらず出てきた瞬間 この人が何者かというのはかなりはっきりしない、いいものかもしれないし、とんでもない悪いことをするかもしれないし、気が弱いかもしれないし、強いかもしれない、まあ、本当に幅のある、こんなに未知の領域のを含んだスターというのは、多分当時、まあ、今でもほとんどいないんじゃないですかね。ですからそのの役所さんのその未知な感じ がまあこの「キュア」という作品の,まあこの主人公にまさにぴったりなんだけどまあ出てくれるかなっていうですね <laughs> <laughs> え本当にダメめも、えっとで未知といえばもう監督の台本ももう未知の作品で最初はもうやっぱりあのこれは監督どういう気持ちでどういう過程でこうなるんですかねってよく聞いてました。 で監督もあの答えを教えてくれないんですけどさあどうなんでしょうかね <laughs> それひどいですねえあのわかんないです僕もね <laughs> 答えよくわからないんですね。 あうちの近所のロイヤルホストとかにか来ていただいて監督の書斎だったんで夜何度か,なんか来て車で来ていただいて、ええ、いやロイヤルホストに役職を来て大丈夫、ええとか思いながら <laughs> そこでいろいろ脚本の細かいことを撮影は何でしょうね、まあ、基本的にもうキュアはワンシーンワンカットで撮って、ええええ、それでも監督がもう。 意外とそのテストを重ねないで早く聞きたい俳優がなんとなくもうセリフに安心していく前に緊張感のあるときにもう行きたいという感じでもう行っていいですか行っていいですかというふうにスタッフに聞いていましたねでもやっぱり長いもう本当に長いシーンをこうやるときは NG というのはう。 出されるんですか。いやまあもちろん出しますけど、えー、っとそうです。まあ本当に V シネモをやっていたせいもあるんでしょう。その長く回すと、特に当時フィルムですから、えー、まあ出しづらいですよね。だからあんまり出さないですよ。その前にリハーサルを長くちゃんとやる。いやリハーサルもあんましないんです。<laughs> すごいな。えー、あのだからさらさらっと撮ってさらっと だからみんな何をと撮ったのかよくわからないうちに次に行くっていう。早いんですよ。終わるのがはい。ええ、だからもうスタッフも黒沢が大好きじゃないですか。役者も大好きですけど。あ、あきらさんとは違うということです、ね。あ、そう、まあ、そう、まあ、そうですね。いや、それも本当に、うん、早い。よほど遅いんですかね。他の方が。普通のあの仕事として。 9時時から5時まで仕事しているといるう感じあのさっきね黒澤監督があの役者さんは本当にあのいいやつなのか悪いやつなのかそれともなんか真面目なのか不真面目なのか分かんないその部分がっておっしゃったけど結局その長回しっていうのはアンビギュイティですよねあ、まあ、あのいわゆる曖昧性とか多様性とかいう。はいはいはい まああのな、まあ、それで長回しをしたということでもなくまあなんとなく長く回したんですけどえあの見ておかりのようにワンカットの中で、えー、いいものから悪もの正気,、まあ、正気の状態から狂気の状態<う>まあワンカットの中で変わっていくまあそれは今回今回というこのキュアでわり、えー、と意識したことです役所さんに限らず途中のデンデンさんもそうですけどもえー 普通の状態とちょっとおかしくなった状態がカットで割れずに一つの流れの中で変化していくっていうのをまあ捉えたいいなとは思っていましたでしかもそれがガラッと変化するんじゃなくてね,そうですね淡々とそのままつながっている形がね何、ええはい、とも言えないそうですね急に変わるというよりはもともと含んでいたものが露呈するというかう、ね、あのうおっしゃるように本当と曖昧なまま推移していく感じ。 で U.S. 紙で大変ですよね演じるの。<laughs> すみません。<laughs> <laughs> いやいやでも <laughs> 今さらって感じありますね。まあ全も大変ですけど、やっぱり人の見てるとやっぱワンカットの力ってやっぱすごいですよね。ありますね。すねカットされてないっていうのはやっぱりこう映画としてやっぱ力が伝わりますね。<laughs> 伝わりますよね。で役者さんがやっぱりその中で表現しているものが全部出ますからね。やっぱり監督が編集して 恣意的にこういう意味なんだよって説明していっちゃうよりは。ずっといろんな、あの今回の、実はジャパンナウの。テーマがアンビギュイティなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。実は、それで、日本人ってアンビギュイティだよねっていう形があって。それの代表的な人、誰だろうって考えたら、役所さんだったんですよ。だから、今のはちょうど。回路監督の映画の回イじゃないですけど。<laughs> <laughs> あの、ちゃんとぐるぐるっと回ってる気がしますがね。いや。 あの監督はずっとそういう取り方がやっぱりいいと思ってらっしゃるいや別にそんなに強い確信があるわけではないんですけど、まあ、この作品はまあテーマがこういうものでしたから、うん、そのおっしゃるような曖昧さアンビキュイティというのは自然とうーん大きな要素になったと思います、まあ、それを表現するための長いカットというふうになったと思うんですけど。 いやーそんなに強い信念があるわけではない作品によっていろいろですけどね。<laughs> でも大体この「キュア」というタイトルねさっきの伝道師だと割と直接的な感じがないでもないけども、はい、キュアっってて癒しっていうう意味でですすよねそうですねそ、ねはい、なんかこう癒しとその狂気みたいなものっていうか連続殺人してしまうようななんか怒りみたいなものがこう。 突出してくるものって対立するような感覚があるのにキュアというタイトルをつけられたのはいやえっ,えっとこれは <laughs> こ,、まあ、これ制作ダイエという、まあ、今あー門川になってしまいましたけどダイエという制作会社なんですけどダイエのプロデューサーがキュアとかいいんじゃないとか <laughs> <laughs> それ何ですかっていう ところから始まって僕が言い出したんではないんですけれどもあのまあ伝道師っておっしゃるようにまあかなり直接的でまあちょっと宗教的な意味合いもあってこの物語を思いついたのが1990年代の初め頃だったんですけれどもこれを撮った頃はまあ皆さんご存知だと思うんですけど撮る前ですけどまあ例のオウム心理教事件とかがあってですねまあ宗教的な あ犯罪のようなものはをにタイトルから感じられると、まあ、変に誤解を受けそうだということもあって伝道師ではなくて、えー、もう少し宗教ではなくて一、まあ、種の、まあ、病気、まあ、治療とかいう意味ですかねもう少し医学的な感じでキュアというふうになったようです。 すみませんなんかねもう Q&A に行ってくれという催促があるんですが、はい、いいですかねすみません皆さんの中でご質問のある方今日はどううもありがとうございます、えー、と黒澤監督にちょっとご質問なんですが、えー、と後半の方の2回目のクリーニング店のシーンでこう奥の方から女性の真っ赤なこうワンピースがヌッと出てくるシーンがあってあの,あのシーンを見た時にですね 悪魔のような女をちょっと思い浮かべたんでえね悪魔のような女」の場合はあの死んだはずの校長のスーツがこう扉からグッとぬっと出てくるというシーンがあったんですがそこら辺何か着想のもとになったりっていうことはあったんでしょうか はい、これわかりますかねこの質問のえっ、ー、と、えー、<laughs> 悪魔のような女というえっ、ー、とあのし毛人新娘令とか監督誰でしたっけえっ、ー、とあのあのあれですよね、うん、えああのアンリィ<の>ジ,ジョルズクルーゾーですね<う>えと、はいえー、っとはいえっとあの。 そう直接,直接聞かれたのは初めてなんですがうーんあのこれまでもあの赤いクリーニング店で突然出てくる赤い服,服だけがまあハンガーにかかって、えー、出てくるあれは何ですかって聞かれたことは何度かありました、うん、その時僕何て答えてたかというといや「あれ悪魔のような女なんです」の、うん、ジョージュ・クルーゾーの、うん、おっしゃる通り。 えー、死んだはずの校長の服だけがクリーニング屋から届くというシーンがあってものすごく気持ち悪い、怖い,ね、まあ怖いですよね、うん、服だけ、まあ、単に服をも服が持ってこられただけなんですけどもその人は死んでるんじゃないかとかあるいは見た瞬間は何か首なしの服だけが動いてるような気味の悪いイメージがその映画にあるんですけど。 おっしゃる通りですあの映画のがやりたかったので何か死のイメージ、えー、妻の死を一瞬、まあ、あのこのキュアの一つの物語の重要な要素なんですけど、えー、妻が死んでしまう瞬間を、まあ、妄想する、まあ、その一つの象徴的なシーンとして悪魔のような女のやらせていただいたということなんですけどよろしいですか。 え役者さんあの、ホラーに分類される映画は黒澤監督の作品しかもしかしたら出てらっしゃらないのかなとも思うんですけれども、他にオファーがあったのか、あるのか、あっても、そういうの,他の、えー、監督の作品を断ってらっしゃるのか、その辺ちょっと教えていただけますか。<laughs> えー、あの、ホラーはないですね、ホラー映画、オファーもないです。 黒澤監督の見ちゃうとはしにくいんですかね。<laughs> <laughs> はい、キュアもね、僕ホラーだと思ってなくて。ホラーじゃないですね。あのーうん、ですよね、監督ね。まあ、いわゆるホラーではないですね、ね全く。ねうん、はい。そうですね。うん、すねまあ、まあ、確かに、えー、何本か。そうか、じゃあ。 役者さんちょっと怪物映画ですよね。そ、そう、そうです,うです。<laughs> はい、ラオスさん。それ、それそのなくなった。人間の怪物映画ですねは。はい。そうか、じゃあ、役所、役所さんとホラーものは僕が独占しているんですね。<laughs> それは嬉しいですね。<laughs> <laughs> いや、えー、っと、部室ぐらい大丈夫ですか。はい。あの、パーカーの人、ボランティアの方、ずっと頑張ってるんですよ。皆さん。<laughs> <laughs> どうもありがとうございます。 <laughs> あの黒崎義監督の映画はあのかなり見させてもらってて一番好きなのが「蛇の道」という映画であれのその次に好きなのがこの「キュアやって20年前に京都で見させていただきましたあの最後の場面の方であのウェイトレスさんが最後包丁を持ってくるじゃないですかあれやっぱりなんか次の予兆があるんでしょうかはい はいえー、っとそうですね、気づいた方がどれぐらいいるかわからないですけど、えー、ウェイトレスさんがあ包丁を持った瞬間、まあ、パッとカットが変わってもうエンディングになるんですけど、えーえー、っとなんでああしたのかんちょっと忘れたんですが、えー、実はあの,あのカットはあ,のあれからまだだいぶあったんです。えー、編集で切って あれぐらいにしちゃったんですけどあのあとずっとあのカットはあ,あのウェイトレスの彼女がキッチン厨房の方に入っていって、えー、彼女の、まあ、上司らしき、まあ、女性なんですけども女性を、まあ、あのナイフで、えー、包丁でめった刺しするしてるところで終わる。で、えー 気づいた方がいるかどうかわかんないですけど、その上司の女性というのは途中彼女になんかささやくこう命令するようなあ。こ芝居をしているあの方が上司なんですけど、あの方がね。なんか妙に体が突っ張ってる感じがする。なんでかって言うと、後々刺されるための、えー、安全の木の板を背中に入れてるんです。<laughs> 背中だから背中曲がらないんです。安全の板が入っていて。 でさやいて奥に行ってあのあとワンカットのままブツブツ刺されるんですが背中をうん,なんいいシーンだったんですけどちょっとまあちょっと僕としてはトゥーマッチというかそこまでやらなくても包丁ぐらいでパッと切った方がまあ暗示的かなと思ってあそこで,で、えー、終わらせてしまいましたよろしいでしょうかじゃあ最後の質問です あ,のありがとうございました、えっと、初火の時を夜に見させていただいて一睡もできなかったのをよく覚えてるんですけどもあのファミレスのシーンで、えー、2回あの主人公があのウェイトですからお皿をあの、まあ、下げられるシーンがあると思うんですけど中盤の方は全く食べていないのに下げて、えー、ラストのシーンではあのきちんと完食していると思うんですけどそれなんかどういった対比でどういった意図で、えー、っとああいう。 演出をされたたのかお聞きしたいですあるいはどういうお気持ちで <laughs> <laughs> 役所さんにねあの聞いてみましょううそね解放されたねねそう解っていうかやっ,ぱもうやっぱりこの刑事っていうのは本当ストレスの塊ですよね家庭の妻のこともあるしストレスの塊なんですけどもまあこの物語が進むうちにどん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 そのストレスがなくなっていくで食欲も出てくる。 でもこういう社会の中でこう本当にストレスが全くない人間というのはえこんなにも恐ろしい人間かそれでもストレスなく生きていける人間というのは怖いってことですよね。まああの途中であの萩谷雅人さんが空っぽになったっていうんですけど、まあ、一種の空っぽ状態、まあ、それは本当に気持ちよくて、まあ、なかなか人間そうはなれないですけど。 最後、役所さんは見事に空っぽになって何でもこういうの最強の状態になっているという感じですかね。まあ、ですから、目の前のものは全部食べてしまう。健康になったわけじゃなくて本当に怖いやつが世の中に <laughs> の紛れていくっていう癒しの究極にあそうですね。すねはい、あすみません、もうね終わりだって言われてますので、えー、いろんな方、ご質問残っていらっしゃったようですが、これで。 あのトークは終わりたいと思います。申し訳ございません。えー、ありがとうございました。した役所広司さんと黒澤明義監督でした。